京タワー。東京タワー。YouTube 半年ぶりの大更新。何してた？半年何してた？え、久しぶりに天気が良くなったということですね。ピクニック日和なので、東京タワーを見ながらお昼ご飯を食べたいと思います。パチ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 。人の目が気になる。東京タワーあっち向け。トントントン、トントン。東京タワーめっちゃいいからのトン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 。はい、というわけでさあ、じゃあポジションを探そう。なんか東京タワーが見えて、すごい、どこがいいんだろう。でもあそこ結構人の真ん中だね。あそこはカップルだし。こあっちか。あっち行く？めちゃめちゃ公園人多いな。というわけで今日の企画は、半年ぶりの YouTube、東京タワーのふもとでランチしてみよう。はい、それでは皆さんしばしお付き合いください。食べましょう。よいしょ。今日は座布団も持ってきましたね。座布団も持って、私はじゃあこれぐらいかな。本田のくんだでしょ。なんかお尻ぬくいと思って。めっちゃあんこさん、ごめん、めっちゃ踏んでた、ね、なんかぬるいなって思ってて。ウケる。お尻大丈夫だよ、いいよ。まあ美味しい、あ、食べたら一緒だから。これはなんだ。あ、私が踏んだやつ。あ、フランケンウルストとミックスハーブ香る粗挽きソーセージ。あれ、ホットドッグってケチャップ？え、ここはないん？ここはそういうスタイルじゃないんちゃう？ミックスハーブ香るやから。これ何？プレミアムバーガー。あ、和牛バーガーだ。黒毛和牛 100% のパテ、トリュフソース、天然酵母のバンズ、チェダーミックス。じゃあ、ホットドッグ乾杯しよう。ホットドッグ越しの宇野美沙子。日本のホットドッグ越しの宇野美沙子。何に乾杯？半年ぶりの更新。お久しぶり、YouTube。これからもよろしく。あ、ケチャップ全然なくていい。うん、なんか塩気あるしさ。アリまあ、アリぐらいいるよね。そりゃそうだね。東京タワーとホットドッグと宇野美沙子映えるの。うん、何点セットや。緑のやつ。うのちゃんは何？私はシチリアンレモネードソーダ。わあ！うわ！
あ、いいね。超セーフじゃない。うん、セーフ。逆に、うんうん、危なかった。逆に危なかった。いや、いいよ。すごく美味しそう。ちょっと待ってね。ありがとう。シチリアンレモネードソーダ。イタリア的な。どこ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 。あ、絶対いいやん。面白いんじゃない。いや今からよ。ここから盛り上がっていくから、こっから行くから。宇野さん踊り出すから。宇野さんこっから踊り出すから。サビは、あ、美味しい。イタリアンだ。シチリアン、うん、今日ホットドッグに続きまして、なんと食いしん坊の私たちはハンバーグを買ってきてしまいました。じゃん、ゴーハッピー。あ、見てあげる。あ、優しい、モテ女。あ、めちゃくちゃ美味しそうだよ。いっぱい葉っぱついてくるの。それもピクニック。大自然の中のピクニック。都会で行う大自然の中のピクニック。さっきのホットドッグは、YouTube 半年ぶりの更新に乾杯。乾杯と、このうららかな東京に乾杯。やなんかちょっとちゃうわ。笑うとこじゃない。いや、笑えないやん。いいこと言われたら。いただきます。いただきます。うん。うん。うん。おいしい。おいしい。え、これ大正解。うん。トリュフ。うん、肉柔らかい。うん、黒毛和牛にトリュフ、マジうまいな。来ないで。鳩がちょっと苦手なので。めちゃくちゃ人に慣れてる。今日は朝ごはんヨーグルトだけだったから。え、何？ギリシャ人が作ったギリシャヨーグルトってやつ。本当に？ペルマエロマエ的な。あ、そんなん言ったら後ろにセクシーな。ペルマエロマエが。セクシー、タンクトップイコールセクシーやめて。タンクトップイコールペルマエロマエみたいな。もう、この季節だったら男性陣はタンクトップですから、ね。いや、いいね。ムチムチのタンクトップで。いいよ。ありがとうございます。ビリ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 。ありがとうございます。タンクトップありがとうございます。私、人の肩マッサージするの好きなの。でもさ、もうめちゃくちゃ肩こりだもんね。小さい時からなんでしょ。小学校2年生の時から肩こり。やばいな、小2の肩こりって。どうしてたん、小2の時は。そのランドセルを電車の中にいつも忘れてきてた。嘘でしょ。置いちゃって。あ、もうしんどいから。しんどいしんどいしんどい。座れたらね、うん、だいたい家の前の 3つ前ぐらいだったら座れるから、座った瞬間にランドセルを下ろして寝ちゃって、うん、ランドセルがいつも終点の駅。やばいやん。で、どうすんのそれを。え、おばあちゃんと一緒に取りに。その一家降りて、おばあちゃん忘れちゃったって言って。はい。いや、気持ちいいな。よし、いいよね。外でご飯なんて、もてか公園なんてさ、もう何年ぶりに、いや来ないよね。来ないよね。公園なんかいいね。なんか男子
デートしてる人たちも平日なのにいるね、うんうんうん、え、東京タワー、昼の東京タワーとかって あ、 本当だ、ね、あんま見ないよね。あんまりあんなにくっきりはっきり東京タワー 見えることないよね。うん、特に今日はすごく綺麗に、ね、夜じゃない時の東京タワーこんなちゃんと見たの。いや、やっぱ立派だね、東京だな、うんまあ、宇野さん、東京生まれ、東京育ち、東京生まれ、東京育ち。いいな、うーん、わわわわ、それは、わわわ、あの時初めて来たことないくせに利用しましたもうハイヤーなってるからねイヤモニで持ってない、持ってない、持ってない、私はさ、そ、サンが強いうねりと、うん、やってくれない、いいよいいよ、エロならない、エロじゃない、やばいみんな、あぜ、あの、裏の宇野さんはすごいからね